長寿。長寿、長寿、定寿、または、クローブ、は、太ももかの樹木長寿の木、サシジアムワロマーキコムの香りの良い辛いである。原産地は、インドネシアのモリュッカ軍島であり、香辛料として、一般的に使われるほか、生薬としても使われる。漢名に従って長香とも呼ばれる。長のは国に似た形をしているため、中国では、 釘と同義の、丁の字を使って、長江、長寿の名が当てられ、フランス語では釘を意味する、クルーと呼ばれ、英語のクローブもこれを語源とする。非常に強い好奇を持っているので、百里孔という別名もある。長寿の木は重厚木の常緑樹である。種子から発芽し20年ほどで10メートルほどの高さに成長する。作物としての長寿は7から8年目頃から収穫が、 可能である。熱帯タウの地域が原産であり、温室で十分に管理すれば、栽培は可能であるが、路地上での商業栽培に適する地域は限られる。7月から9月と1月から2月につぼみをつけ、年2回収穫を行う。花弁は元木の高い場所になるため、かつては高い作業をやぐらを立て手積みしていた。これが商品の価格の高さにも反映している。現在では、 枝や葉からもクローブオイルが抽出できるため、作業者が直接長寿の木に登り枝ごと切り落とし作業する。主にインドネシア、ザンジバル、スリランカ、モーリシャス、マダガスカル、コモロ、ペナン、ドミニカなどで栽培されている。長寿はアジア、アフリカ、および諸国の料理において肉やカレー、マリネ、その他リンゴ、梨、あるいは ルバーブといった果物に風味をつけるために使われる。長寿は熱い飲料に芳香や風味を与えるためにしばしばレモンや砂糖といったその他の食材と組み合わせて使われることもある。長寿はやスペキュラース用スパイスといったの共通要素である。香辛料として肉料理によく使われるが他の香辛料とブレンドしてカレーなどに使用することが多い。また、カルダモン。 経費、生姜などと合わせて、チャイの香り付けに使われる。肉イにそのまま刺し、ロースとして、臭みを消す料理法にも用いられる。メキシコ料理において、長寿は、クラーボであるは、香りのクローブとして最もよく知られており、しばしばクミンやシナモンと共に使われる。また、ペルー料理においても、ヤロスコンデチェのような、幅広い料理において使われる。 長寿の風味の主要な要素はオイネノールによって与えられており、必要なこの香辛料の量は通常は少ない。シナモンやオールスパイス、バニラ、赤ワイン、およびバジル、その他玉ねぎ、柑橘の皮、八角、胡椒の実とよく合う。この香辛料、長寿湯はインドネシアのクレテック、インドネシア語ではローコッククラテック、ロコック,クレテック、 と呼ばれる巻きタバコに使われる。タバコブランドとしてはガラムが一般的に知られている。クローブタバコはヨーロッパ、アジア及びアメリカ合衆国の至るところで吸われてきた。2009年からクローブタバコは米国において葉巻に分類されなければならない。長寿はオレンジと組み合わせてポマンダーを作るために使うことができる。これはオレンジなどの果物をベースに 長寿を一面に刺して乾燥させて作ったものがフルーツポマンダーある。中世ヨーロッパではペストなどから身を守るのにお守りとしてポマンダーを下げることが有効だと考えられていた。ビクトリア朝時代のイングランドにおいて贈り物として贈られたとき、こういった匂い玉は心温まる感情を示した。含む、ことして密教で、 感情や音量前の校内のお清めに乾燥した、長寿を刻んだものを口に含み噛んで使用する。ただし花の部分は使わない。長寿の精油、長寿油は日本刀の錆止めにも用いられた。江戸幕府は、教法11年1726に、幕府医の桂川保築に、定時油の製造を命じた。伝統医学において長年使われているものの、オイゲノールを含む、 長寿由または、その他の種類の痛みに有効であるとする証拠はほとんど存在せず、一方の創設が、ドライソケットに対して、鎮痛剤として、酸化炎と組み合わせたオイゲノールの有効性を報告している。熱軽減に対してや、柿肥剤として、そして騒動を防ぐためのその有効性を決定する、研究は決定的でない。超自、または、 長寿油によって血糖値が低下するかどうかについては立証されないままである。いかなる医療のための長寿の使用も、アメリカ食品医薬品局 FDA によって認可されておらず、血液凝固、及び免疫系疾患、または食物アレルギーを持つ人が、経口摂取すると副作用が引き起こされる可能性がある。長寿は、インドのアーユルベーダ、中国医学、 そして、西洋のハーバリズムと死学において使われており、歯科においてはと、様々なその他の疾患に対してとして使われている。生于はアロマテラピーにおいて使われている。生薬としての唐ら長成または超高といい、方向検疫剤である、日本薬局型に収録されている。漢方では、女神さん、指定油などに使われる。紀元前三世紀。 漢王朝の皇帝に越見する者は公衆を消すために長寿を口に含んで噛む必要があった。長寿は一世紀までにローマ世界へと到達し、大プリニュスによって記述された。明らかに時代が確定した最初の長寿の発見は、文献資料よりもかなり時代を下ったものである。二例がスリランカの貿易港で発見され、これらはおおよそ西暦九百千百年に遡る。 シリアにおいて、紀元前1700年頃に遡ると以前、報告された発見は、長寿であるとはもはや考えられていない。長寿は、中世の間、儲かるにおいて、インドから大陸及びアフリカへの貿易を行う、オマーン人の船乗りと商人によって取引された。ヨーロッパには、中国商人が木などと共に、正論と経由でもたらし、6、7世紀頃には、 貴族の間で陳調されるようになった古くは原産地で長寿の価値が把握されておらず、そのため中国商人たちが長く原産地を取得したまま公益商品として取り扱っていた。大航海時代になると胡椒、ナツメグと共にスパイス貿易の中心的な商品となり一般にも出回るようになった。西王が長寿の原産地をようやく 発見したのは1511年のポルトガル人デアブレウトのバンダ諸島を発見以降であるブルネーの歴史を参照。1770年にフランスがモーリシャストレ・ユニオンでの栽培に成功し、そこからアフリカ東岸のザンジバルとペンバ島に伝わり今日の大農園化へ導いた。近代まで、長寿はモルカ群島、歴史的に広陵諸島と呼ばれていたのいくつかの島でのみ、 生育していた。これらの島にはテルナテが含まれる。実際、専門家が世界最古と考えているアフォーと名付けられた長寿の木の樹木はテルナテにある。この木の樹齢は350年から450年である。旅行者はこの木から1700年にピエール・ポワブルという名前のフランス人によって盗まれた。種子がフランス島、モーリシャス、次にザンジバル、 かつては、世界最大の長寿の生産地だ、へと運ばれた、と伝えられる。長寿が、モルッカ群島外で育てられるまで、石油のように輸出に強制的な制限がかけられ、取引された。オランダ東インド会社が17世紀に、高新量貿易の統制を強化すると、夏目具で行ったように長寿についても独占を手に、しようとした。 しかしながら、小さなバンダ諸島に限定されていたナツメグやメースとは異なり、長寿の木はモルッカ群島全体にわたって生育しており、長寿公益には東インド会社の限定された警察権の能力を超えていた。日本にもかなり古く5から6世紀には紹介されていた。焦燥院の腸外薬物の中にも長寿、長江がある。オイゲノールは長寿から抽出された。 精油の7セ9 0を占め、長寿の方向を最も司る化合物である。100%の抽出は、摂氏125度の加圧水中80分で起こる。超音波及びマイクロ波抽出法によってより低い、エネルギーコストでより迅速な抽出が可能である。長寿油のその他の重要な精油成分には、アセチロイメノール、ベータ、カリオフィレン、バニリン、 といったタンニンガロタンニン酸、サリチル酸、メチル、ビタミ止め、フラボノイドのオイゲニン、ケンフェロール、ラムネチン、およびオイゲニチン、カンペステロールといったトリテルペノイド、いくつかのセスキテルペンが含まれる。オイゲノールは、比較的少量で毒性がある。例えば、50ml の容量は2歳児の致死的量で、あると報告されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。